こんばんは。さて今夜のゲストは80年代の歌謡曲黄金時代を牽引した作詞家の方です、はい、黒さん、この頃好きだった曲ってあります？いや、いっぱいありますよ。だって、姉がやっぱりほらチェッカーズとか、ね、大ファンだったので、うちのお姉ちゃんはアイドルになりたかったんですから。はい、そうなんですか。弟の方が顔がいいから僕はアイドルになったんですけど自分で言ってますけどね。ちょっと刺激的な読書バラエティ番組、トローデラックス。今夜の課題図書は瓜野正夫さん著、砂の果実、80年代歌謡曲黄金時代、失踪の日々。その名の通り、80年代数々のヒット曲を生み出した作者が当時の思い出を綴った一冊。こんなにも名曲を、てかあの曲もこの曲も全部本当に瓜野さんなんだなっていう、ちょっとお話伺うのが楽しみですけれども、はい、それでは早速お呼びしましょう。今夜のゲスト、作詞家の瓜野正夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今夜のゲスト、作詞家瓜野正夫さん。中森明菜、少女 A や荻野目洋子、六本木純情派など、80年代のアイドルの代表曲を数多く作詞。特にチェッカーズはヒット曲のほとんどを手掛けているんです。いわばアイドルブームの立役者。数々のヒット曲の舞台裏で何が起こっていたのか、ここだけの話を瓜野さんにたっぷり聞いちゃいます。まあこれはもう中でも有名な、そうですね、日本人だったら誰でも知ってる曲ってことですけれども、この砂の果実ってタイトルは何で砂の果実だったんですか？今回の本編集者の方がね、僕の曲の中からつけてくださったんですけど、中谷美紀さんに書いた曲の中で、結構ヒットしてシングルになった曲なんですけれども、その頃中谷さんに書いたやつがね、結構タイトルがいいのよ。食物連鎖とかも、そうですね、坂本さんの曲もいいし、美貌の青空とか、ね、とか砂の、これみんなそうだったんですね。なんでその中からね、何回も使ってますね。課題図書と同じ名の曲、砂の果実、実は五郎さんにとっても思い入れのある曲なんだって。なんかこの頃すごくこう坂本龍一さんをもともと僕も大ファンだったので、はい、なんかいろいろコンサート行かせていただいたりとか、あと雑誌の対談とかでお会いさせていただいて、レコーディングスタジオとかにも遊び行かせていただいたりとかして、すごい可愛がってくださったんですね。あ、そう、はい、その頃にちょうど、ね、女優の中谷美紀さん、をプロデュースし始めたので、中谷さんのコンサートとかライブハウスとかも僕行かせていただいて、でこの砂の果実って曲本当にいい曲だなと思って大好きでした。まだシングルの時代で、娘さんも歌ってらっしゃるんですよね。あ、そうそうそう、ミュウさんも。そうそうそう、暗いんだけどね。暗いの、生まれてこなければよかった、本当はよかったんだっていうような、うん、僕は砂の果実って、氷点下の青空ってね。そうそうそう、五郎さんの思い出の一曲、砂の果実をちょっと聞いてみましょう。坂本さんがね、注文がともかく暗くて、その暗さにドキドキすること、詩を書いてくださいっていう、そういう注文だったんですね。そんな風に注文するのもあんまないけど、それで思い出したのが、書こうと思って思い出したのがね、太宰治の生まれてきてすみませんっていう言葉を思いついたわけですよ。思い出したわけね。それを軸にして、物語展開したら、かなり暗くてドキドキする歌ができるだろうなって、そうやって書いたんですね。CM の後は80年代のアイドル、ヒット曲の舞台裏、たっ
たっぷり聞いちゃいましょう。五郎さんお願いします。はい、ウリノマサオヒットソングザ・ベスト10。素晴らしい。今回、はい、なんとザ・ベスト10ボード、これ本物です。本当の本物？本物ですよ。当時のまんま。当時1台しかないんですから。絶対こういうほら TBS のバラエティで使うからね。違うんですって。本当に？そう、今回特別に貸してもらいました。まずはウリノさんの出世作にして代表作どうぞ。お、本物だ。少女 A、 中森明菜、1982年。2年。あ、2年だ。少女 A、 自ら男を誘う大人びた少女の心を描き、社会に衝撃を与えた一曲。この曲はどんな少女をイメージして作られたんですか？なんかね、フライヤーっていうかこのチラシにね、はい、全然分かったら分かんないなと思って見てたら、うん、ちょっとエッチなミルキーコっていうなんかくだらないキャッチフレーズがついてた。当時アイドルって絶対キャッチフレーズがねあるもんなんですね。エッチっていうのがすごい引っかかったんですよ、はい、僕ね、はい、それで自分の少年時代思い出して、うん、自分がその誘惑されたことがあって、中学時代ね、不良少女に、そうか、あいつのことをね、うん、あれコアはそこにメンタリティみたいなものそこに持ってきゃいいんだっていうのを書いたんです。すごくリアルな、自分にとっては。この曲実はある別の大物歌手のために書いた曲を書き直したものなんだそう。その歌手とは。これもともと沢田研二さんに用意してた曲っていうのは、作った曲で、沢田研二さんにね、ロリータっていう、うん、沢田研二さん風の男が14歳ぐらいの女性、うん、女の子をプールサイドで誘惑するという、口説きまくるっていう歌を書いたんですね、うん、そしたらそれがボツになっちゃって、それが手元にあったんですね。それで僕は締め切りまでなっちゃったんで、締め切りが近づいて明日みたいな時になって、何もアイデア浮かばないから、ロリータってやつをこれ逆さに、今沢田ジュリー目線のスプールサイドを女の子目線にしてカメラがある、これで撮るとどうなるかなっていうちょっと実験をしてみて、で頭の中で実験すると、おいけるいける、おいけるいける、お全部いけるいけるなって、こうクスッと。アキラさんは嫌がったりしなかったんです当時さ、アイドルとしてデビューして。ですよね、だから綺麗な歌を歌いたいから、すごく抵抗があって。で、A っていうのはアキラの A だと思ったらしくて、自分のことをね、調べて書いて、こんな風にしたということになっちゃって。思っちゃったんだ。思っちゃったね。かわいいよね。そして、だからすごく反対して歌いたくないって言って、一回だけでいいよって言った。まだありますよ、はい、続いてはリノさんが手掛けた80年代を象徴するスーパーアイドルグループの曲です。どうぞ。チェッカーズ、涙のリクエスト、1984年。チェッカーズを一躍世に知らしめた一曲、まずは歌詞を五郎さんの朗読から。最後の恋に祈りを込めて、ミッドナイト DJ、 ダイヤル回すあの子に伝えて、まだ好きだよと。トランジェスタのボリュームを上げて、初めて二人踊った曲さ。さよならなんて冷たすぎるね、ひどい仕打ちさ。俺の送った銀のロケット、今では違う誰かの写真。いいさ、そいつと抱き合いながら悲しい声を笑ってくれよ。涙のリクエスト、最後のリクエスト、 For you。チェッカーズさんにはこうどんなイメージを書いて作詞を。当時原宿あたりではね、リーゼント風のロカビリー風のおしゃれをして、なんか歩いてるわけ日曜日、うん、そういう子たちのなんかいいじゃん、うん、好きだったのね、そういう子たち見てるの。
でこういう人たちの気持ちになって書いたんですね。チェッカーズのデビュー曲はギザギザハートの子守歌ですが、実はこの曲当時は全く売れず、涙のリクエストは一発逆転を狙ったどうしてもヒットさせたい曲だったのです。当時のことを朗読。次のシングルは売れるんでしょうかと正春くんが不安そうな目つきをして聞いた。俺たち売れないと久留米に帰らなくちゃならないんです。働かなくちゃいけないし、僕ん家は八百屋だから八百屋にならなきゃなんです。八百屋か、八百屋も悪くないんじゃないと僕は言った。チェッカーズの方が1000倍いいですよと正春くんが笑った。チェッカーズが売れるのだったら俺は涙のリクエストだと思うよと僕。楽曲はもちろんいいんだけどさ、あれチェッカーズに似合いすぎるほど似合ってるんだよ。君たちの魅力が本物だとしたら必ず行くと思うよ。なんかさ、当時のこうアイドルの方々ってさ、やっぱり本人たちとその歌ってる姿っていうのがすごいダブって見えるよね。だからこうチェッカーズなんて、僕らこの人たちがやっぱ作ってる歌詞って、バンドだから自分たちが作ってる楽曲だと僕ずっと思ってましたし、思いましたね。そこに歌わされてる感じがないんだよね。ない、はい、アイドルっていうとアイドルの私小説がね、自分で書いた自分の物語であるかのごとく歌うっていうことが普通になっちゃって、ちょっとまあいい傾向か悪い傾向か知らないんだけど、そうするとトータルで一つのパッケージとしてすごい売れるものができる、プロダクトとして価値が上がるみたいな感じで、そうやって作られてたことがあったね。ご存知の通り曲は大ヒット。チェッカーズは一躍スターダムに駆け上がります。その人気には五郎さんも虜になったそうです。僕がさ、この芸能界に、はい、こう会社にね自分に履歴書を送るときに、はい、この頃のチェッカーズのフミヤさんをバックに写真を撮った、テレビに映っているフミヤさん、テレビで映ってアップで歌っているフミヤさんの前に立って、そのフミヤさんと同じ格好をして真似してる写真で僕送ったんですよ。写真お貸ししますけど。全国の稲垣吾郎ファンの皆様必見です。こちらがジャニーズ事務所に送った吾郎少年の写真。やっぱり当時から可愛いですね。ちょうど中学合格2年生の頃だね。え、懐かしいなと思って。続いてはどうぞ。2億4千万の瞳、エキゾチックジャパン、郷ひろみ、1984年。郷ひろみさんの代表曲億千万のコーラスが印象的な曲ですが、ウリノさんのイメージは当初全く違ったものだったそうです。僕はね、これは割と詩を書くことに慣れてきて、今度はちょっと交渉つっちゃ変ですけど、日本の詩歌全集みたいなの載ってもおかしくないようなの書こうみたいなことがあって、自分としてはすごく、あ、これちょっとアートかもみたいな、ね、まあ、思い上がったっていうか、そういう調子乗ってたからね、そういうのがあって書いたのよ。それで曲を詩を渡すると、井上さんが曲をつけてくれた、はい、これ詩が先だったんで、そしたらさ、じゃあ皆さん聴きましょうみたいな、そしたら億千万、億千万って、あまりにも俗悪な、世俗的な、それびっくりした、下世話な、だって高価さんに乗るような、なんかそういうのを予想してたからびっくりしましたね。びっくりしたのよ、ね、それが億千万、億千万もうだけど、それがまあ価格変化というか、そうそう、世の中の人に腕受けちゃったわけですよ。で、郷さんの感じとひろみさんの感じと、あ、だから自分のね、浅はかさ、思い上がり、傲慢さに気がついたわけ。バカ言ってんじゃないよ、ヒットしなくちゃダメなのよみたいな、これをね、教わっちゃったんですよ。続いて80年代のアイドル黄金時代を象徴する楽曲です、ね、六本木純情派、荻野目洋子、1986年。こ
ちらの曲は瓜野さんがなんと作詞する前からヒットを確信したそうなんですが、それは一体？もうね、これはね、あの B 面用の曲だったんですね。え、そうだったんですか？ A 面は別にあって、それを聴いたんですね。あの事務所の社長の方とそのディレクターと3人で打ち合わせしててね、そしたら何よこれ、これ僕書いたらこれものすごいヒット曲になりますけど、俺に書かせてくださいよ、これ A 面にしましょうよ、詞もないのに何もないのに、それで言ったの。これは他のやつには絶対書けない、僕が書くとものすごい曲になる、ヒット曲になります。すごい一回、それ一回だけね、本当にいつもそんな思い上がったですよね、どっちかというと謙虚なんです。でそうやって言ったんですよ。それで打ち合わせした場所が六本木だったんで、そしたら社長、じゃあ六本木の歌にしようよっていうから、そこからなんですか？よく社長さんも場所場所自分の娘だったり、そうそうそう、ねえ、そう、そういうもんか。それでそしたらそこの下にくっつける組み合わせが一番重要だから、全然六本木に似合わない言葉がいいですよ。ですぐに六本木社長が、じゃあ順調ですよ、一番遠いのは180度、全然180度違うのくっつけるのがいいですよ、じゃあ六本木順調これでいきましょうよ、決まりかけたらディレクターがね、いや君はどっち派ってよく雑誌とかであるじゃないですか、あれをね、だから一人じゃダメなんですよ、順調もっとグループ化しないと、じゃあハグしましょうみたいな、それで3人がその場合六本木順調、はよできたねみたいな、なっちゃったんですよ。そういう勢いって必要なんですね。続いてはあのロック界の生きる伝説とのコラボが実現しました。はい、どうぞ。サンバディーズナイト、矢沢永吉、1989年。最後は矢沢永吉さん、実は瓜野さんは矢沢さんの大ファン、ずっと歌詞を書かせてほしいと熱望していたそうなんです。矢沢さんとお仕事するきっかけっていうのは、あのね、矢沢さんに書きたくてなかなか注文が来ないんで、もうしびれを切らして自分から書かせてくださいってことを言いに行ったんですね。そしたらディレクターの人が手紙書いてくれって言われて、で手紙書いたんですよ。そしたらなんか、まともなっていうか、あれ書こうと思ってたファンレターみたいになっちゃったんだけど、24枚ぐらいになっちゃって、原稿用紙っていうか、こんなでかい、これよりでかいのに、ね、もうぎっしり熱い気持ちを24枚綴って、そしたらね、矢沢さんが、じゃあ今九州ツアーやってるんで会いに来れますかって言うんで小倉まで行ったんですね。それでそこで初対面です。そしたらね、矢沢さんも普通だったらさ、舞台前、ステージ前だからね、ちょっと衣装とかなんかトレーナーとかでいるじゃないですか、リラックスして、ずいぶん前だから、それがちゃんとねアルマーニ来ててくれたのよ。多分それは僕のためにわざわざ、ね、作詞家がこんな手紙書いてくれた人がね、来るからって言うんで、これからコンサートという時にですよね、そう、アルマーニ来て、あ、いらっしゃいみたいな感じで、だからもうかっこいい男だなと思って、その気持ちが素敵と思っちゃったんですね。こうして矢沢さんに仕事を任された瓜野さん、作詞した楽曲サンバディーズナイトは大ヒットを記録し、矢沢さんにとっての代表曲となります。でもこれはここが一番好きですね。震えた声、悲しい絆を成就と呼んだと、はあ、ここがね、うわ、ここが一番いいですね。僕もそう好きですね。はい、ここが好きです。成就ってのは何よって定義があるじゃないですか、でこんな定義ってもうデタラメなわけじゃないですか、どうでもいいわけでしょ。悲しい絆のことなんだよ、ジョージはっていう、こうやって新しく定義するみたいなのをこういうところに入れるのがすごく好きなんですね。好きなの、辞典、そうそうそう、趣味なんだ、ね、そうすると読んでくれた、聞いてくれた人がね、そうかってこう思うでしょ、そうするとその共振するわけじゃないですか、またそういうのが好きです。
どこか、ね、なんかまたこれお話伺ってから曲聴いていきたいね。いや本当です ね、 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 思いますね。もう一回僕も家帰ってまた聴きたいなって。うん、山田さん、一応なんか番組の恒例になってる消しゴムハンコを作ってきました、はい、今日も売野さんを作ってきたんですけど、ちょっとうつむき加減ですけど、あの、アーシャすごい、そうそう、さっき、あ、本当、それはちょっと認めてあげてください、はい、すごい、ただ誰に似てるかどうか分かりませんけど、作ったことだけは、まあ、作ったことだけ褒めましょう、この1時間半内で、はい、素晴らしい、今の時間で作りました、すごい、はい、ありがとうございます。はい、今日たくさんね、面白かったです、はい、伝えて、ね、はい、今夜のゲスト売野雅勇さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。